国営武蔵川丘両森林公園は埼玉県郡群滑川城と熊谷市にまたがる曳北丘陵にある国営公園。国の明治100年記念事業の一環として開設された。1974年7月22日に全国初の国営公園として開園した。公園は雑木林を中心に地層、湿地、草地など多様な環境を有しており、 貴重な動植物が生育、生息する場所となっている。また、当園は関東最大級の山百合の名所でもあるほか、季節に応じた花集計を実施している。また、サイクリングコースやオリエンテリングのパーマネントコースも整備されている。複数ある路線バスの最寄り停留所名は森林公園口で統一されている。 緑の日をはじめとして、年に数日入園が無料となる日がある。ただしその日は非常に混雑する。また、秋から冬の季節になると、マラソン大会で当初を利用する中学、高校が数多くある。日本スリーデマーチのコースにもなっている。1988年から森林公園ウォーターランドプールが営業されていたが、2005年以降終了している。 季節ごとに花集計や伝統行事が催されるイベントが開催されている。南北に園内を一周する全長約1 7トル福音3から5ルのサイクリングコースが整備されている。サイクリングコースは、左回りの一方通行で、丘陵の尾根沿いに作られていることもあって、随所に上下約3%程度の起伏やカーブがある。時間や体力に応じて、 数箇所設定されている折り返しポイントを利用できる。サイクリングコース脇に非常電話や各種バルブに代用した空気入れが設置されている。歩行者の立ち入りが禁止されているため、歩行者を気にせず木々の緑の中を存分にサイクリングを楽しむことができる。北口付近に展望台があり、遠くに秩父連山や熊谷市街を望むことができる。 夏場はサイクリングコース沿いに柵や眉を鑑賞することができる。自転車は公園内のサイクリングセンターや森林公園駅前などでレンタルできる他持ち込みも可能で広い園内の移動に高い機動力を発揮する。各公園の入り口からサイクリングコースまでは走行が禁じられているため自転車を押して歩かなければならない。また、 コース外への移動の際は、コース上に設けられた、駐輪場を利用する。かつては、東部東上線の各駅から、森林公園駅までの往復割引乗車券と駅の、北口にあったレンタサイクルが3割引になる、企画乗車券があったが、2015年12月20日を、もって、発売終了した。自転車は、フル電動自転車及び補助輪、補助棒付け自転車、 一輪車や三ワ車は走行禁止。また、トラックレーサーなどのブレーキがない自転車や、サイクルトレーラーを連結した走行も禁止されている。また、変形自転車やタンデム自転車の使用は係員に問い合わせる必要がある。なお、リカンベントは、道路交通法上普通自転車の要件、第2章第9条の2、普通自転車の大きさ等を満たしている場合であっても、 東公園では普通自転車ではなく変形自転車との独自見解を示していて、ペダルが前輪の前方に出ているタイプの車種は利用が制限される。南口公園休園費は毎年12月31日、1月1日及び1月第3.4月曜日。団体は大人小人合わせて20名以上。6歳未満は無料。かつては、 熊谷駅と東松山駅を結ぶ国際中央交通の路線ケム11系統の一部便にて北口ゲート前の森林公園北口停留所を経由していたが現在は一切経由していない国道407号沿いに森林公園北口入り口停留所はあるが北口ゲートまで徒歩10分弱かかるためアクセス手段としては推奨されていないウォーターランドプールは住宅 都市整備公団が特定公園施設の一つとして公園西側に設置、開業した広さ3万4千平方メートルの大型レジャープールである。1988年から毎年夏季の7月第2土曜日から9月第1日曜日まで営業を行い、流れるプールや10本のウォータースライダーなどで構成された。実際の運営は東武鉄道へ全面委託し、 森林公園ウォーターランドプールの名称で、東武東上線沿線を中心に釣り広告や、駅張り広告を出向し、利用者向けに定期運行の公園アクセス路線とは別に、森林公園駅及び臨時駐車場とプールを直通する臨時バスを走らせるなどしていた。プールの入園料は大人2260円、中人1600円、子供1000円、幼児800円で、入園料には、 公園入園料を含んでいた。しかし、2006年4月12日にプールを閉鎖すると、管理者の公園緑地管理財団武蔵川丘寮、森林公園事務所が発表し、2005年シーズンの営業をもって事実上閉鎖された。来場者数が最盛期の21万人から6万人台へ減少したことに加え、2005年シーズンに死亡事故が発生したことが理由とされている。 また、後に都市再生機構の事業見直し計画における特定公園事業の実績に盛り込まれている。現在プールの場所は芝生広場と花畑になっている。ありがとうございます。